系も商品がメーカーさんの商品だったら、ソニーさんだったらソニーで、そのデータがずっと蓄積をされて、サムスンだったらサムスンで、後から振り返っていただくというふうに、やっぱりどうしてもそういうふうになってきちゃうというのはあります。これは一つあります。ただ、僕らアクセサリーではそういうスマートフォン、どの機種でもプロジェクターに載せるよとか、そういうアフターマーケットっていうのがもうちょっと立ち上がってくれば、いつでも出てくる可能性は十分なので、通信で、はい、やりますので、どうしても最初はお時間がかかります。ただニューレターでも住みに行きますし、回していただくのもちょっとナビもできますし、ただこの通信の速さっていうのはクロッシーっていうものに対応してると速いんですね。やっぱりあれですか、これも富士通ですか。はい、富士通です。ラクラクの方が富士通ですか。富士通ですね。やっぱりこっちの方が違います。性能が、どちらかというとこれはまあ、できることを限定をして、はい、分かりやすくやってますけど、まあ、こちらはもともとフルというか限定して、慣れればやっぱりこっちの方が、そうですね、やっぱりその健康管理とか地図とか、あとはニュースを見ていただいたりとか、ワンセグみたいなっていう用途であれば、制限があるものよりは、まあ、一般的なスマートフォン。あのノッティビーなんてあったけど、あれもああいうのも見られるんですか。これはですね、ノッティビーなんです。というのもやっぱりああいう新しいサービスというのは、新規のアンテナを入れたりとか、いろいろ、まあ、パーツも影響するんですけど、ちょっと今でも若干大きさはかなりありますので、ちょっと今回のノッティビーの対応は見送らせていただきます。ただそれ以外の機能は全部あります。株主総会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。株主の皆様にご案内申し上げます。ただいま会場内が混み合っており、大変ご迷惑をおかけしております。なるべく空いているコーナーよりご覧いただけますようご協力をお願いいたします。1時間。